山本周五郎作、季節のない町より、丹波さん。丹波さんはもう62、3になるな、とある者が言う。まだ五十代だというものもあるし、七十にはなっていると主張するものもある。当人は柔和に笑って、自分でもわからない、忘れてしまったようだ。 などと言って話をそらしてしまう。名前も丹波さんと呼ばれるだけで、それが正なのかあだ名なのかわからない。住民登録がどうなっているか、ここではそういう問題に関心を持つ者はいない。ことに丹波さんはそうで、彼が何者であるかと疑う余地もないほど、ここの住人たちは丹波さんを頼りにしていた。 困ったことにぶっつかったとき悲しいとき苦しいとき尺に触ったときうれしいときそしてそれらがどうしようもないとき彼らは丹波さんを訪ねる勘当清教先生も丹波さんのところへいくたびか相談に行ったし八十の斉田先生でさえひそかに知恵を借りに行ったくらいであった丹波老人が いつからここに住んでいるか覚えているものはなかった。親の代から住み着いているという芋屋の宋さんもはっきりした記憶がない。8年前だったか9年前だったかと宋さんは思い出そうとして話す。西の二軒長屋に熊ん蜂の吉という乱暴者がいた。女房に子供が2人。 当時は日雇い労働者だったが元は交付などもしたことがあるそうで酔って暴れ出すと手がつけられなかった彼は日本刀を一本持っていた柄のところがさらし木綿で巻いてあり刀身に刃こぼれがあるなんとか鉱山で大げんかがあった時十幾人かを敵に回して斬り合いをやり幾人とかをきっ というのが、熊んちの基地の自慢話であった。その基地が、ここへ移ってきて一年ばかりしてから、酔っ払って暴れ出し、例の日本刀で女房や子供を叩きってやるとわめきながら追い回した。慣れているから、女房と子供たちは逃げてしまい、基地は逆上して、うちの格子口の柱へ刀で切りつけた。 昆虫うとか、見やがれとか叫びながら、力任せに切りつけるのである。どうしようもない。どんな生らでも、抜き身の日本刀は凄みがあるから。眺めていた近所の人たちも青くなり、老人や神さんたちの中には、足がすくんでしまって逃げようにも逃げられなくなったものがいた。このまま置いてはどうなるかわからない。 警官を呼びに行こうということになった。その時、タンバさんが出てきたんだよ。うん」と総さんは語る。長屋の皆さんが頭巻きにして、みんな今にも死んじまいそうな顔で嵐の時の降る雨度みてえにガタガタ震えてた時、タンバさんはゆっくりした歩きぶりでやろうの方へ歩いていった。 えんでもう平気の平座なんだな。うん。俺も見ていたんだが、嘘のねえところこいつはやられるぞ、と思った。丹波さんは落ち着いて基地のそばへ行き、何か話しかけた。眺めていた人たちはぞっとし、ざっくり切られる老人の姿が見えるようで、神さんたちは目をつむり、お互いに肩へしがみついた。 だがそんなことは起こらなかった。丹波郎に話しかけられた吉は、刀をだらっと下げ、何か二言ばかり言ったと見ると、そのまま抜き身を下げてちの中へ入ってしまった。それだけであった。ちの中はシーンとして、別に暴れている様子もない。丹波郎人は、柔和な微笑を浮かべながら、 みんなの方へ戻ってき、もう大丈夫ですよと言って立ち去った。みんな奇跡を見たように騒ぎ出した。あれは剣術の名人に違いないとか、催眠術使いだろうとか言い合い、一体何者だという疑問に突き当たった。丹波さんじゃないか、知らないのか、と二三人の者が言った。 もう長いこといるようだぜ。あんないい人はめったにいやしね本当に知らなかったのか。と彼らは芋屋の宗さんに問いかけた。宗さんが親の代からの定住者だということはよく知られていたからであろう。宗さんはその時初めて丹波老人という存在を認めたのであった。それにしても、あの手に負えない基地が、 泥酔し逆上して暴れているのをどうしてなだめたか。わずか二言ばかり話しかけただけなのに、吉はなぜ一んでんとなったのか。宗さんは不審でたまらなかった。そこで俺は、吉がシラフの時に聞いてみた。一体あの時丹波さんは何を言ったんだってな。うん。と、宗さんは語った。 するとおめえ、吉のやつ頭をかきながら、今更どうも面目ねえが、バカな真似をしてみんなにすまねえが、と言って訳を話した。吉の話によると、丹波さんは彼のそばへ来て、少し変わろうかねと言ったという。吉は振り向いて、変な老いぼれだなと思い、なんだと問い返した。 少し私が変わろうかって言ったんだよと丹波老人が繰り返した。そして片手を柱の方へ振って、一人じゃ骨が折れるだろうからなと付け加えた。おらげっそりしちゃったと吉は宗さんに告白した。変わろうかなって言ったっておめえ、おら何も工事をしているわけじゃねえや。丹波さんは優しい顔で笑ってら。 一人じゃ骨が折れるだろうったっておめ、骨代わりをしてもらえるもんでもありやしねえ。それじゃおねげしますってわけに行くかえ。おら、手に持ってる刀と傷だらけになった柱を見て、急にげっそりしててれくさくなっちゃって。しょうがねえからうちへへえて、あの日は一日ふて寝しちゃったよ。うさんがその話をするときには、 自分がまんちの基地そのものにでもなったように熱を入れ身振りや表情や声などに可能な限りまで実感を表そうとするのであった。丹波郎は彫金師だと言っていた。若い頃はタバコ入れの前金具だとか着せるかんざしなどに素彫りをするのが得意で一時は相当に名も知られたが。 現在ではそういう品を使うものが稀になり、高級なコンパクト、帯留め、かんざし、ペンダントなどを手がけている。注文はほとんどないので、自分で気の向いた時に作り、昔のお棚へ持って行って預ける。そして、それらの品が売れれば代金をもらうということであった。なあに、身寄りもない、一人者だし。 こう年をとってはよくもないからね。と老人は言う。まあ死ぬまでの時間つぶしのようなものさ。この長屋ちで家をきれいにしている数軒の中でも丹波さんの家は第一の指におられるに違いない。徒生児もすらすら開けたてができるし、はめ板に泥が跳ねていることもない。 三尺の狭い土間は塵もなく、履物はいつもつま先を出口の方に向けてきちんと並べてある。石油コンロで煮炊きをするから買ってもすすなどはたまらないし、畳も古いのだが不思議に毛羽だったり擦り切れたりしていない。入り口の二畳も奥の六畳も常に片付いていて、余計なものは一つも見当たらなかった。 茶ダンスが一つと茶部台、それから仕事をする頑丈な台と道具や地金を入れる引き出し付きの箱。それらがいつも同じ場所にあった。まるで作り付けにしてあるかと疑われるほど一センチの狂いもない同じ場所に。火鉢はなかった。朝一度大きな土瓶に茶を少し入れ湯をいっぱいに注いで、 それを少しずつすする。客があると別に茶を入れることもあるが、大抵は同じ茶を出した。どうも腑に落ちねんだが、と綿さんが言った。あんな出がらしの茶なのに、丹波さんが飲むのを見ているとよだれが出るほどうまそうなんだな。まったくだぜ。老人は小さな茶碗にほんの少し注ぎ。 その茶碗を両手で囲うように持って、尖らせた唇をゆっくりと近づけて、さも大事そうにすするのであった。客に食事を出すようなことはなかった。どんなものを食べているかわからないが、老人の食事は朝と晩の二回らしい。着物は木綿の細かいしまで、縫い針はよそへ出すようだが、いつも赤のつかないさっぱりしたものを着ていたし、 冬でも旅ははかなかった。丹波老の家には昼の客と夜の客がある。昼の客は各種の相談事が多く、夜の客はほとんどが金銭問題、というよりも無心であった。この町で金銭を借りることのできるのは老人だけであるし、無心に行って断られたという例はないようだ。 ないようだというのは、老人から借金をした者は、決して人に語らない。老人は無論口をつぐんでいるし、借りた等にも人に喋るようなことはない。これは内緒だよ、と老人に断られるからだ。他人に知れると、私が困る、と丹波郎は優しく言うのであった。 あんたに貸して他のものに貸さないというわけにはいかないし、あたしだってそういつも持ってるわけじゃないからね。そして、返すのは急がなくてもいい。返さなければ返さなくともいいんだよ、と、実のこもった口ぶりで付け加える。いつ誰の場合でも言うことは同じだった。ある時、かみさんの一人がやってきて、 うちの宿録に金を貸さないでくれと頼んだことがある。金を借りると飲んだくれて仕事に出かけないからだという。その時老人は自分は金など貸しはしないと否定した。あたしは貸さないがね。と老人は微笑しながらなだめるように言った。男というものには。 女房子にも言えないような悩みにぶつかることがあるもんだよ。女房子を抱えてこんな荒い世間の波風を乗り切ってゆくのは大変なことだからね。本当に大変なことなんだよ。そりゃあ分かってますよ。でも仕事に行ってくれなきゃうちの者のは飢え死にしちゃいますからね。それはそうだ。 そうなるとすればことだね。老人は女房の心配に同情の意を表してから、柔和な調子でゆっくりと言う。ひとつ考えてみよう。そうさ。これはずっと昔の話だが、大工だか差し物師しだかの職人がいた。女房も子供もあり、確か母親もあったと聞いたが。 その職人がぐれ出して仕事に浮かず、うちにあるものを売ったり、七に入れたりして、叫びたりになっていた。仕方がない。女房が自分で働こうとしたら、母親がそれを止めた。亭主が働いてこそ一家というものだ。亭主が飲んだくれて女房が稼ぐようになれば、その一家は壊れたも同然だ。と。 母親は言ったそうだ。丹波郎は静かに頭を動かしてみせた。そのくらいならいっそのこと一家そろって飢え死にをする方がいいじゃないか。女房はそれを亭主に告げお前さんが働いてくれなければ親子もろとも飢え死にをするつもりだと言った。 これは話だから本当か嘘かは知らないがね。と老人は言った。女房子が飢え死にをするというのに黙って見ている亭主はないだろう。ものは試しだ。お前さんも一つその気になってみないか。人間はそうそう飲んだくれてばかりもいられないものだよ。その神さんは 二度と丹波楼のところへは来なかったし、その亭主が丹波楼から金を借りたという噂も立たなかった。これはこの町の伝説になっているので、真偽のほどは確かでないが、また、根尺物語だか、古根著文獣だかに似たような話が出ていたと思うが、ここの住人たちみんなが伝えているので、 あえて読者諸氏の失聖をよきの上紹介すると、ずっと以前丹波さんの家へ泥棒が入った。多分老人が小金を貯めているというひそかな噂を聞いたのであろう。当時いた段という男が教唆したのだというものもあった。段と呼ばれる男は一人者で丹波郎の隣に半年ばかり住んでいた。 しょっちゅう老人のうちに入り浸りで、さすがの丹波老も並行したらしい。ダンは仕事もろくさましないし、そのくせさほど急防している様子もなかった。飯は三度とも中通りの食堂へ食べに行くし、時たまではあるが、近所の子供たちに飴玉を買ってきて配る、などということをした。私はね、 こうして人と会話をするのが何より楽しみでね。と、段は言うのであった。会話というやつはいいもんだね。ねえ、丹波さん。それは会話などと言えるものではなかった。大抵段が一人で喋るし、話の九割方は嘘だとわかりきったものであった。老人は必要があれば別だが、 どっちかというと口の重い方で、例えば小屋の兵さんなどが訪ねてくると半日くらいも向き合ったまま黙って座っているという風であった。これは兵さんが世にも稀なくらい無口な性分だったせいもあるが、だから老人が団の訪問を喜ばなかったことは確かであろう。老人はそんな毛振りも見せなかったが、団の方で気づいたのだろう。 やがてその訪問は少しずつ遠のきそしてどこかへ移転していった。暖が引っ越していって間もなく丹波楼のうちへ泥棒が入った。老人のうちもまた戸締まりがない。雨戸は閉めるが鍵はかけないからどんな駆け出しでも楽に忍び込める。 泥棒はうちの中がさっぱりと片付いているのにびっくりしたことであろう。引き出し付きの箱を見て金箱と誤認したものか、それを抱えて逃げ出そうとした。老人は目を覚まして泥棒のすることを眺めていたものか、その時初めて声をかけた。君、それは違うよ。老人は低い声で、 柔らかにささやきかけた。それは仕事の道具箱だ。金はこっちにあるよ。泥棒は足を止めて振り返った。丹波郎の低い声と柔らかな口ぶりが彼を引き止めたようで、それでもまだ逃げ腰のまま、なんだとと凄んでみせた。今出してやるよ。 たくさんはないがねえ。丹波郎はやはりささやき声で言って、静かに起き上がり、戸棚を開けて財布を取り出した。古くなって擦り切れた革の財布であったが、老人はそれを持って行き、そのまま泥棒に渡した。今はこれで全部だがねえ。と老人は言った。もし困ったらまたおいでよ。 少しなら貯めておくからね。そして、今度は表からおいでと言ったそうである。泥棒は財布を受け取り、道具箱は置いて立ち去った。この事実は誰も知らなかった。半年だか一年だか経った後、その泥棒が警察に捕まったそうで、ある時、刑事に連れられて、丹波楼の家へ実地検証に来た。 この家でこれこれのことをしたという自白の裏付けである。とんでもない。それは何かの間違いです。丹波郎は刑事の質問に対してそう答えた。こんな貧乏長屋へ泥棒に入るものもないでしょうし、うちではそんなことは決してありませんでした。では、 この男が夜中に侵入したとか、金品を盗んだとかいう事実はないのですな。ええ、その通りです。老人は刑事に微笑した。うちには盗まれるようなものは何一つありゃしません。その人は夢でも見たんじゃないでしょうかね。この刑事との対談で、 泥棒とのいきさつが知れ渡ったのであった。なるほど丹波さんならやりそうなことだ。おまけにあの泥棒は丹波さんの一件だけ罪が軽くなるわけだからな。とここの住人たちは言い合った。きっと段の野郎が吹っ込みやがったんだな。とある男が言った。あいつはしょっちゅう丹波さんとこへ入り浸ってやがったし、隣同士だったからな。 丹波さんが小金を持ってるとかなんとか吹っ込んだにちげねえぜ。だんて野郎は信用できねえ野郎だった。と別の男が言った。あいつはいつも千二百円札で鼻をかむようなことばかり言ってやがった。そうだそうだと賛成する者はいたが、その古臭いしゃれがわかった様子はないので、 行った当人は孤独感にとらわれたようであった。古物商の織田滝蔵がここへ引っ越してきたばかりの時酔って丹波郎を訪ね仲間の棒を叩き殺すのだと息巻いた事情を聞くと大切な得意先を横取りされたのだというその得意は滅法払い物の多いうちで空き缶だの洋酒やビールの瓶だの 雑誌新聞ボロ類など一度では運びきれないほど多量な品が月に2度ずつ出るしそれらの代価は取らず片付けてもらうのだからといって反対に3個平均の金をくれるのだということであった「珍しいうちがあるもんだね」と丹波郎は言った「よっぽどの金持ちなんだなあ」。 それがそうじゃないんですよ。うちは借家だし、平んぞも壊れちゃってるしね。酒屋なんか感情が溜まってるって言うんです。ええ、近所ではそう言ってるんです。中年の夫婦暮らしで、旦那というのはしょっちゅう酒を飲む。客が絶えず来ているし、朝から夜まで酒を飲んだり、大きな声で議論したり、歌を歌ったりする。ある時などは、 と言いかけて織田滝蔵は怒りの方へ自分を引き戻した「そんなようなね払い物をして逆に金をくれるような得意なんざめったにあるもんじゃありませんやそれをあんた横取りしやがったばかりかてめえがまぬけだから人に取られるんだ寝ぼけるない」ってぬかしやがったそういう人間も世間にはいるもんでね んばろうは言ったはっ自分でやったことが恥ずかしいもんだから反対に毒口を聞くものさこんなことを言うと自分の悪事をひけらかすようだがね67年前のことだったかなある年寄りが死んじまいたいと言ってきたんだなもうつくづく生きているのが嫌になったからって 親類もなし、祭祀もない。年は七十いくつとかで、昔は相当な商家のあるじだったが、当時は夜店でおもちゃを売っていた。体は丈夫な方だが、朝起きて飯の支度をするときに、ああ、また同じことをするのかと思うと、体から精が抜けてゆくようで、七輪の前にしゃがんだまま、三十分の夜もぼんやりしていることがある。 何を食べてもうまくないし、これが食べたいと思うようなこともない。たまには女の子の尺で一杯やりに行くのが楽しみだったけれども、このところずっと女を遠くから見るだけでも胸がムカムカする。特に銭湯へ行った時、自分の裸の体を見る不愉快さは例えようもない。痩せているとか干からびてシワだらけだとか言うのではなく、体そのものが 修悪で、けがらわしくてやりきれなくなる。まあ、そんなようなことを並べるんだな。きれいさっぱり死んで、自分をこの世から消えてなくしちまいたいって。と、丹波郎は言った。そこであたしが茶団子の引き出しから粉薬を一服出してきて、これは腸菌の地金に混ぜる薬で、 一般には売っていない劇薬だが、飲んで1時間たつと頓死する、ちっとも苦しまずに死ねるから、本当に死ぬ気ならお飲みなさいと言って、湯飲みに水をついできて渡した。その年寄りは礼を言って飲んだ。あんまり思い切りがいいので、こっちが驚愕したくらいだが、年寄りはそれで気が落ち着いたものか。 問われるままに身の上話を始めた。今度の戦争まで、彼は干物町というところで呉服屋をやっていた。妻と男の子二人、店員を五人に女中を使って、町内では顔聞きの方であった。戦争になってから企業統制で呉服屋を辞め、国民服とか絹糸を扱う合同会社の役員に就任した。 その頃は、軍関係と手を握って、うまい商売をし、金も流れ込むし、二号三号もできて、天下を取ったような贅沢な生活をした。ところが、十八年の冬、召集令状を受け取った長男が、他人の彩君と出奔して、熱海で身投げ真珠をしたのがケチの月初めとなり、その前に招集されていた次男が大陸で戦死する。 空襲で綺麗に焼かれて裸になるというありさまで、敗戦の四五日前には、妻が栄養失調のために死んでしまった。今でも毎晩、あたしは死んだ歳子や、囲った女たち二人と話をするんですよ。と、その年寄りはおしまいに言うんだね。女房も二人のせがれも、女たちも、 まるで生きてるように笑ったり話したりするんです。奇妙なことに妻子も女たちも皆自分に好意を持っていて恨んでいたり憎んだりするようなことは決してない。他人の妻と心中した長男とも話してみると事情がよくわかるしその関係はごく自然なもので誰にも迷惑はかけていないという事実まではっきりする。 本当に奇妙なことだが、みんなが生きていて、一緒に暮らしていた時より、夜中に今は亡き彼らと話し合う時の方が、はるかに現実的であり、また、生々しい楽しさが感じられる、と、その年寄りは言うのであった。生きていればこそだね、と、あたしは言ってやった。丹波郎は微笑した。 別の言葉で言えば、お前さんが生きている間は、その人たちも生きているわけだ。こういうことは、そうざらにあるものじゃないらしいな。その年寄りは、なるほどと言いたげにうなずき、しばらくじっと考え込んでいたが、やがて心配そうに、今の薬は一時間経つと効くんだなと質問した。 そうだ、あと十分もすれば効き目が現れるはずだ。その年よりはまた考え込んだが、顔色が次第に悪くなり、自分の手をつくづくと見守った後、もう取り返しはつかないのかねと言った。いや、と私は答えた。薬というものには必ず、その効き目と反対な性質の薬がある。 例えば、下痢を止める薬があれば、通字をつける薬があるし、胃酸を中和する薬と、逆に胃酸を出すための薬がある。また、そういうのを遮って、その年よりは、今の毒薬にもそういう薬があるか、と大うせき込んで聞いた。無論毒薬には解毒剤というものがあるよ。 私は答えた。今手元に持っているかどうか思い出せないが。と言いかけた時その年よりは私に飛びついてきたね。あんまり猛烈な勢いだったんで私は絞め殺されるのかと思ったくらいだった。丹波郎は片手で自分の首を押さえながら言った。さあその解毒剤をすぐに出せ。 すぐに出せって、聞き声で怒鳴るんだな。さもないと人殺しの罪で訴えるぞ。いや、嘘じゃない。その年寄りは本当にそう怒鳴り立てたよ。丹波郎はその年寄りに解毒剤を与えた。なかなか見つからないようなふりをして、その年寄りに近づく死の恐ろしさを十分に味わわわせてから。 薬の一つは解熱剤、一つは胃腸薬であって、言うまでもなく、その年寄りは無事に帰った。人殺しとはねえ。と言って、小田滝蔵は笑った。自分で死にたいと頼んでおきながら、人殺しとは、随分うろたえたもんだな。やっぱり人間はいざ死ぬとなると、気取ってばかりもいられないんだな。 蔵は間もなく帰った仲間をたたく殺すと息巻いたことはもう忘れてしまったように織田滝蔵は後日関東成協に向かってその時の話をし丹波さんは人を食った人だと言って感心したこっちは本気で仲間の一人をたたく殺すつもりでしたよ実際に殺せたかどうかは分かりませんがね 自分では本気にそう思いつめていたんです」と小田滝蔵は言った「二番目の子が生まれて間のない時だし商売に気乗りがし始めこれならどうやらやっていけるって思ってた時でしたからねその上得意を横取りされた上バカ見たように言われたんですからこんなその日暮らしの者のにとってはそれこそ意気死にの問題なんですからね」。 六七年前にそんな年寄りはいなかったなぁ。と、感動先生は言った。そんなような年寄りがいたという記憶はないなそれは話だなあ私も後でそうじゃないかと思いましたよ。どうしても死にたいとか、一時間たつと頓死する毒薬とか言うんで、つい聞き取れているうちに、熱が冷めちゃった。 に英雄がぬるま湯になったというわけだ。感動先生は笑って言った。その話の年寄りのように小田くんも一服盛られたということだな。おかげでバカなまねをしずに済みましたがね。ある時曽根竜介が丹波さんを訪ねてきて。 自分の妻が男を作ったがどうしたらいいかと意見を求めた。曽根は左官の手間取りで38歳。妻との間に5人の子供があった。その神さんはここの女房たちから鬼馬場と呼ばれていたが、研ぎ巣のように痩せて色が黒く、抜け上がった狭い額の下にわしのような鋭い目が光っている。 頬骨は尖って高く、いつも紫色の薄い唇はきっと一文字に結ばれていて、蓋を閉じたハマグリ貝のように見える。年は三十五歳だが、誰もそれを信じる者はいない。四十五六だというものが大部分であり、五十歳より下ではないと断言する者さえあった。彼女はおことという名であるが、 女性とは馬が合わないようで苦情を言うとか怒るとか自分の方に言い分のある時だけは口を聞くがさもなければ朝夕の挨拶もしないし挨拶をされても返事はしないのであったその代わり男性とは馬が合うのだろうか老人でも若者でも男に対して常に関心があるらしく男を見ると目の色が変わると言われていた おことは近所の神さんたちに、ハケヤの妻のミサオとよく並べて噂をされた。体つきや風貌も共通した点が多いし、男好きなところもよく似ているというのである。でもハケヤの人の方がまだましだね。と神さんたちは言った。こっちは鬼ババアだけれど、ハケヤの人はまだ愛想がいいし、 付き合いってことを知ってるもの。このように、おことは神さんたちから嫌われていた。おことが男性に対していかに大きな関心と興味を持っていたにしても、鬼ばばあというあだ名が示すような風貌と性分では、なかなか色っぽい問題は起こりにくいであろう。刷毛屋の女房がその方の達人であるのと正反対に。 おことはそれまで潔白であり、無傷であった。五人の子供たちも正しく曽根竜介の子であるし、それが証明できるかなどという好奇心の強い人には、一度おことに会ってごらんなさい、とお答えしよう。また今彼女は妊娠中であるが、それも竜介の種であることを疑う者は一人もなかった。そのようなおことが、 ついに男を作ったという。ソネリウスケの話によると、相手は二階に曲がりしている二十二の青年で、こうちゃんといい、昼は運送店に勤め、夜は定時制高校に通っている。二十二で夜間高校に通うというのは、よっぽど工学精神の旺盛な立ちなのだろう。おとなしくて、転校の挨拶をするにも顔が赤くなるということであった。 ええ、本当ですとも」と曽根ス介は言った「先月の末でしたか朝のまだ暗いうちにお琴のやつが2階から降りてきたので驚愕しました寝巻きに細ひもを締めただけの格好ですどうしたんだと聞いたらお琴は平気な顔で「あらお前さん起きたの?」と言い「こホさんが起きないから今起こしに行ってきた」 のだと答えたえ「その時はまあそうかと思いましたその男は6時に勤めに行くんですいや勤めに行くために毎朝6時にうちを出かけるので遅れちゃいけないからってわけでまあそんなこったろうと思いました」そんなことが幾度かあった後お琴は亭主をすっかり丸め込んだと思ったものかおとといの夜半 そっと起き出して二階へ上がっていった。私はそれを見てまた起こしに行くんだな曲がり人を置くと女房も大変だなあと思ってそのままうとうと仕掛けました。竜介は目を細めてうとうと仕掛けた様子を示しそれからその目を急に見開いた。うとうと仕掛けてひょっと気がついたのは今は朝ではなく 夜中だってことでした。私はおとついは遅くまで仕事で疲れきってましたから、八時に寝ちゃったんです。それで子供たちが寝るときの騒ぎも知らなかったんですが、おことのやつが起きたんで目が覚めたんでしょう。途端に時計が一時を打ったのを思い出したんです。彼は起き上がって時計を見た。その古い六角時計の針は、 い寝床を見るとおことはいない。すると夢でもなかったのだと彼は思った。それから目がさえちまって眠れやしません。と曽根竜介は言った。気持ちだってひどいもんでひっきりなしに何かが喉へこみ上げてくるしあばら骨の裏側が火で焼かれるような具合でしたよ。 時計が三時を打ってからお琴は下へ降りてきた降りてくるときは用心深く足音を忍ばせそれから足音を高くして手洗いに行き戻ってきて寝床に入ると大きなあくびをして眠り込んだ私は朝までまんじりともしませんでした変な話のようですがお琴のやつがあわれであわれで おかしなことを言うようですが、できることなら抱いてやって一緒に泣きたいような、へんてこな気持ちでいました。これは本当のことなんですよ。外がしらんできてから、とろとろと眠った。眠りかかったということだったろうが、そのうまいの花柱を叩たたくように、おことがとげとげしい声で呼び起こした。 誇張なしに手のひらで花柱をたたかれたようだったという「いつまで寝てるんだねこの人は遅れるじゃないかねずつなしだよ」ってわめきたてたということだ「その声を聞いて初めて私は腹たが煮えくり返るようにカッとなりました」と曽根竜介は言った「ゆうべのことをばらしてはん殴ってやろうかと思いましたが 五人の子供がありますからね。はんなぐるのはいいが、夕べのことを話したら、子供たちがどんなにびっくらするかと思うと、私の言葉は喉に引っかかって出てきやしませんや。情けない話だが、私は何も言わずに起きましたよ。昨日も仕事を休み、今日も仕事を休んだ。体中の骨がバラバラになり、 腹たがみんな溶けてしまったようで、動く気にもなれなかった。それでまあ、視野に余って来たようなわけなんですが、女将さんはお腹が大きいとか言ってたようだね。ソネリウスケは、へえ、と言って自分が妊娠してでもいるかのように首を縮め頭をかいた。 金持ちでも貧乏人でも学問があってもなくても」と丹波郎は言った。人間にはみんなそんなような間違いを起こす時期があるんだな。男にも女にもさ生身の体というやつは時々自分でもどうにもならなくなることがある。 そうだろう、うさん。まあ、そういうことで、ひとつ考えてみよう。丹波郎は手を伸ばして、二つの湯飲みに茶を注ぎ、ひとつをソネリウスケに渡して、自分のをゆっくりとすすった。その夜半、ソネリウスケの家の二階で、そのことが起こった。午前二時ちょっと前、 二階の伝統が急に灯って、おこととこうさんを仰天させた。二人が振り向いてみると、竜介が伝統のスイッチへ手をやったまま、上から二人を見下ろしていたのだ。驚くことはないよ、こうさん。と、曽根竜介は言った。明るい方が情が映っていいだろう。ゆっくりやんなよ。ねえ。 こんなことをするのはよっぽどおことにほれているんだろうからな。コウさんにきれいさっぱり心停するよ。おこともコウさんも動けなかった。明るい伝統の光の下では動きようのない状態だったのかもしれない。コウさんの触えているのが竜介の目によく見えた。おことは心停するよ。 ソネリウスケは続けた。それから五人の子供とおことの腹の中にいる子もつけてやる。わかったね。私の言うことはこれっきりだ。さあ、二人でまたゆっくりやんな。そして彼は電灯をつけたままにして、海外へ降りて寝た。 鬼ばばあというあだ名を名実ともにグビした上に、五人の子とまだ体内にいる子までついている女を、二十一か二の青年が喜んでもらうはずはないだろう。いな、たとえ四十か五十の老けた男でも、それほど勇猛心のある人間がいるとは思えない。すなわち、うさんは逃亡し、おことは泣いて亭主に謝罪し、 あまりロマンティックではないこのロマンスは終わりを告げたのであった「ええうまくいきました」と曽根竜介は事が収まった後で丹波さんに言った「5人の子供と腹の子をつけてやると言ったのが当たったんですな」「荷物も何も置きっぱなしで飛び出してったきりです」「おことのやつも」 子供たちのために勘弁しておくれってって泣きましてね。え、やっぱりご相談に来ていいことをしました。あのセリフは見事に聞きましたよ。おことはこの出来事をどのように自己処理したものか、その後もケロッとして長屋の神さんたちに平気で食ってかかり、怒鳴り散らし、叱りつけたりするのであった。 うさんとのことはほとんど知らないものはなかったのだが、うのおことだけがそんなことは夢にもなかったように振る舞うので、さすが口達者な身さんたちも絶望の持って行きどころがないようであった。今、我らの町は眠っている。熊んの基地はどこかへ移って行ったが、 丹波楼の世話になった人たちの多くは、この長屋うちのそれぞれの家で眠っている。丹波楼に助けられたことを思い出して、感謝のため息をついているものもあろうが、大抵は忘れてしまっていて、それにもかかわらず、この長屋に丹波さんがいること、困った時には相談に乗ってもらえるという安心感に慰められて、 ため息をつくのであった。この町を後ろから囲っている西岸寺の高い崖と、崖の上に黒々と茂る小ちとが、今は圧迫するようにではなく、この一群れの長屋全体をかき抱き、その安らかな眠りを見守っているように感じられる。黒い小ちから目を上げると、空には一面に星が輝いているが、 その瞬きは冷たく、非情で、愛を囁ささきかけるというよりも、傍観者の長老のように見える。よしよし、眠れるうちに眠っておけ、と、それは言っているようであった。明日はまた、踏んだり蹴ったりされ、悔し泣きをしなくちゃならないんだからな。